イスラエル空軍第107飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で3番目に戦闘機を運用した飛行隊である。別名として、ナイツ・オブ・ザ・オレンジ・テール、または、ライオン・ヘッド・スコードロンとも呼ばれる。第107飛行隊は1953年1月に、第101飛行隊を補佐する戦闘機飛行隊として、第105飛行隊に続いて、ラマト・ダビド空軍基地に編成された。 編成時の装備機は、スピットファイアマーク9で、これは同じ頃に、第101飛行隊、第105飛行隊にも配備されていた。しかしながら、翌1954年3月には、第107飛行隊は解散し、配備されていたスピットファイアは、第105飛行隊に移管された。1962年2月になって、第107飛行隊は、 ミラージュ3への運用機種変更のため一旦解体された第117飛行隊から移管されたグロスター、ミーティア開8・グロスターミーティア FR-9 を運用する飛行隊として、ラマトダビド空軍基地で再編成された。1964年になると、第107飛行隊の運用機種は、ウーラガンに更新され、ミーティア開8・ FR-9 は、第110飛行隊に移管された。 1967年の第三次中東戦争では第107飛行隊はウーラガンを運用しエジプト軍の航空基地への対地攻撃任務に従事しこの戦争中に K475 回の出撃を行い損失はわずか3機であった第三次中東戦争後第107飛行隊は再度解散し装備していたウーラガンや人員は当時ウーラガンを運用していた もう一つの飛行隊である第113飛行隊に合流することになった。1971年2月になって、第107飛行隊は、回マイナス 4E、クルナスを運用する4番目の飛行隊として、ハツエリム空軍基地で再編成された。この時の飛行隊長は、第101飛行隊在籍時にミラージュ3で、敵航空機発揮撃墜の記録を持つイフタク、スペクターであった。 第107飛行隊の回マイナス 4E は垂直尾翼をオレンジ色に塗装していたため本飛行隊はナイツ・オブ・ザ・オレンジ・テールのニックネームで呼ばれることとなった第4次中東戦争の勃発した1973年10月には第107飛行隊は市内半島南端のオフィラ空軍基地に駐留していた10月6日にエジプト軍による奇襲の砲が入ると 第107飛行隊は、迎撃体制に入り、オフィラ空軍基地に向かってきた K27 機のエジプト空軍航空部隊を2機の回マイナス 4E で迎撃し、空中戦で K7 機のエジプト空軍機を撃墜した。この時の4人のパイロットは、戦後揃って、主君賞を授与され、後にこの航空戦は、オフィラの空戦と呼ばれるようになった。また、これらのパイロット中には、 あとに、計1 4機を撃墜し、イスラエル空軍トップエースの一人となったアミル・ナフミ、がいた。また同じ日には、第107飛行隊の別の回マイナス 4E が、機関砲で、エジプト軍のみマイナス8ヘリコプター5機を撃墜し、この機の2名の乗員もエースパイロットとなっている。10月13日には、第107飛行隊は、シリアのサイカル空軍基地の攻撃に向かい、 翌14日には、タンタのエジプト軍航空基地の攻撃に向かった。これらの戦闘でもアミル・ナフミは、敵航空機を撃墜しており、第4次中東戦争終了時には7機撃墜を記録して、イスラエル空軍の海マイナス4トップエースとなっていた。また、飛行隊長のイフタ・スペクターも、この戦争の前後に回 4E で4機を撃墜し、 装撃追数を12機としていた。この戦争後、1978年から1980年までは、アミルナフミが、第107飛行隊の飛行隊長を務めた。第107飛行隊はこの後も回42の運用を続けていたが、1997年に一旦解散された。2006年7月5日になって、第107飛行隊はイスラエル空軍,軍で、 回 -16i 数波を運用する3番目の飛行隊として再編成された。再編当初は第107飛行隊向けの配備機数が少なく、2004年から回 -16i の運用を開始していた第253飛行隊、第119飛行隊と同じラモン空軍基地を拠点としていたが、第107飛行隊向けの配備機数が揃ってからは、 再びツエリム空軍基地に所属している。ありがとうございます。